復活したグランチルダおばさんを倒す RTA 始まるよ。ルールはバグありチートなしで、いわゆる Any% というやつです。最初からファイルを作ってありますが、これは尋常厳選のためです。後で詳しく説明します。作成したファイル内でしていることは OP をカットし、セーブしているだけです。その時間をタイムに加算しているので最初から、秒なわけです。あ、計測開始地点はファイルを選択した時です。今ファイルを消しているのは最初にとある運ゲーがあるからですね。ファイル2にあるのが事前に用意したファイルです。それにしてもバンカズにはファイルがコピーできてよかった。それはさておきもうすぐ計測開始です。はい、用意スタート。起動ですがカズミダッシュが基本です。早いからね。まずここを通過する際に出るムービーをカットします。こうして無理やり登ることでカットできます。意外と難しいですが慣れましょう。そして、左手のターボシューズを取ります。口からジャンプしないと高さが足りないので注意。そして、ノーマルエッグを回収します。これで遠距離攻撃できます。いきなりボス、クラウン戦です。最初に飲む薬の色で行動パターンが変わります。赤が巨大化、緑が透明、青が分裂です。最速を狙うのであればここで緑色が出るまでリセットです。なぜかというと演出の時間上、緑色が一番早いからです。何回リセットしたかもう覚えてないです。大体の会話は LRD で飛ばすことができます。ここの薬の色はファイルに依存しないのでランダム要素です。壊れるなぁ。最初は5回薬を投げてくるので、それをちょん避けします。拾った卵で卵ミサイルします。ここからが重要で出口近くで倒せるように、卵ミサイルの射程距離ギリギリに移動します。そして7個目のフラスコを壊しながら卵ミサイルし、出口方向へジャンプします。クランゴ撃破です。ふん、雑魚か。RTA 的にはクランゴそのものよりお薬厳選が辛いですね。このゲームの会話は飛ばせたり、飛ばせなかったりしてややこしいです。お前M かよ。まあ覚えればいいんですよ。1時間程度しかないし。厳選必須みたいなこと言ってますが、ここの薬は赤でもやっていいと思います。ただし、青色は面倒くさいし時間かかるので NG。ここでこのゲームの基本的な流れを説明します。各ステージでジグソーピースを集め、ジグソーパズルをしてステージ解放の繰り返しです。ステージごとにボスはいますが、倒さなくてもジグソーが足りていれば次のステージへ行けます。最終戦のグランチルダに挑むには全体の7割程度のジグソーが必要ですけどね。上り坂はジャンプした方が早いと思います。多分。このキングジンガリンというのが尋常の王らしいです。尋常というのは一定数集めるとジグソーをくれる、マリオでいう赤コインみたいなものですね。そして、色によって集める数が違います。ただ尋常はいる場所は固定ですがファイルごとに色が変わります。つまり、尋常の色パターンを最適化するために最初からファイルを作っておいたわけです。最初に言った通りそのファイルではオープニングカットしかしてないしその時間もタイマーに加算してるから問題はないです。海外兄貴たちはみんなやってるから、多少はね。さっきから海外兄貴の話が出ていますが、このゲームの RTA は海外でもそこそこ人気です。日本語版はとあるバグが修正されていて、海外版より遅くなります。まあ海外ガチ勢や兄貴は早すぎるんですけどね。さっき飛ばしたムービーでキングジンガリンは生命力を吸われてゾンビになりましたとさ。ここはボトルズの家で、ボトルズは最初に幽霊になってたモグラですね。前作ではアクション教えてくれたんですけどね。ここでこの子に話しかけて、ズームをできるようにします。ズームは後で使う時が来ます。こっちの子供は何も教えてくれないのでジャンプで会話を飛ばします。しかし、ボトルズの家ドンキーコングのぬいぐるみ持った子がいたり、スターツインズのポスターあったりでいいですねー。ここのジギーミギーの会話は海外版だと飛ばせません。なんか見えてるのはサイロで、登録したサイロ同士で移動できます。神殿の前の神社に話しかけるのですがここでちょっと注意。Bボタン連打しすぎるともう一回話しかけることになってロスなので気をつけましょう。
ジミー・ミニーの神殿です。ここにはパズルがあります。運要素ありですね。あと演出の時間が長いので一息つける休息ポイントです。このパズルをすることでステージ解放できます。最初のパズルは会話があるので URB で飛ばしながら、パズルの動きに注目してみてください。コツは先に橋を埋めることと間違えないようにすることですかね。ぶっちゃけ、最初は楽ちんちんなので早く終わるように意識しましょう。ただ、何回も走るうちにコントローラーのスティックがへたれてやりづらいんだよな。ここは90秒ぐらいでできれば OK です。このジミーウィニーの会話は A で早くなるので押しときましょう。この後飛ばせないステージ解放ムービーを見て、ここでの用事は終わりです。やたら長いので倍速。偉大なるクリスタルジグソーってなんだよ。この休憩タイムが何度かあるのがちょっとあれですね。やっとここからおさらばですね。この時左の看板に近づきすぎないようにしましょう。理由は後ほど。最初のステージへ行きますよ。行く行く。ジミー・ミニーの神殿は次の解放に必要なジグソー数を持っていないと入れません。最初のステージマヤヤン神殿です。この青いのはワープパッド。一度踏むとステージ間のワープパッドならワープできます。これは音符です。集めると今作のアクションを覚えられます。さっきから謎の解説をしている人物ですが、もうすぐ会えるでしょう。ここの後半の音符は後で回収するので取りません。音符をうまく回収するためにジャンプの高さを調節しています。このハッチの中にいるのはジャムジャー。彼がボトルズに代わりアクションを教えてくれます。いろいろ説明してくれてたのもこのモグラですね。今回狙うアクションは F エイム。 C 上で狙いをつけて弾を発射できます。便利すぎてないと不便ですね。華麗に音符を回収しながらマンボの A へと向かいます。マンボは前作にも出てた呪術師です。グローブというマジックアイテムを与えないと働きません。ここは円の端に乗って右上、横、左上って感じで飛びます。すると自動移動の場所まで行けます。ここの会話カットですが、最初に LRB、 次は A で早送り、 A で早を押して、その後 LRB2 回です。ちなみに彼の出番はここのみです。 RTA だし多少はね。マンボは2機に操作が移ったら R を押してカメラをまっすぐにします。下から飛んできたのでカメラ位置が変だからですね。ちょっと引っかかってんよ。マンボは2機は各ステージに存在し、グローブを与えることで彼を操作できます。役割は得意の魔法でステージギミックを動かす役目です。ワークパッドは2個踏まないと説明が出るので、ここでは使わないけど踏んでおきます。次のステージで大活躍だからね。ここ若干処理落ちします。処理落ちをどう処理するかはこの RTA での一つの課題ですね。奥にあるのがトーン記号、通常音符4個分で馬味です。はい、ここで看板の説明を見ることで落下ダメを防ぎます。この看板の説明は一度しかないので、ジミー・ミニーの神殿で見てしまった場合、ダメージを受けるしかないです。マンボは2機の最初で最後の役割は、マンボマジックでゴールデンゴリアテを動かすことです。操作説明の会話が出るので URB でカット。まず上に行って残していた音符を回収します。そして上の扉を壊します。この時、安定を取るために卵を回収しておきます。別に取らなくてもいいですが、数秒も変わらないしね。そして、処理落ち防止のためにカメラをうまく調節します。C 右でうまい具合に先を見えないようにしましょうね。効果がどれぐらいあるかはわかりませんが、多少は速くなっているはずです。ここの岩に空を飛べるカズーイパッドがあるので壊しておきます。右手の扉を蹴りで開けましょう。だいたいこの扉に入る時点で左上が35秒くらいですかね。今回は1秒早いみたいですね。ここは左端っこに沿って移動して沼の奥にあるジグソーを取ります。左に出ると看板に引っかかることがあるので注意。ジグソーを取った瞬間にメニューを開き、セーブして終わります。
マンボから番長たちに操作戻すにはマンボの家に戻らなくてはならず、ロスになるからです。さらに、メニューから終わることで最初の長いあれをスタートで飛ばすことができます。このようにね、本体でのリセットでは飛ばすことはできないので、メニューから終わることの利点ですね。今後ゲームを始める初期位置はこことなります。近くにサイロがあるので神殿エリアへとワープしましょう。かなり便利ですねー。最速で行けるように A ボタン連打してます。そんなに変わらないと思うけど。では2回目のマヤヤン神殿。行くぞ。することは、黄金像によって開けた左手の扉に入りましょう。この時、扉端の赤い羽を回収しましょう。最速で行けばちょうど赤い羽が取れる技です。赤い羽は空を飛ぶのと、一部の数上のアクションで使用します。今回はこの20枚で足ります。ここでグリップグラブを覚えます。これは足場の縁に捕まることができるようになる B クラスのアクションです。この後人形を取ります。白人形は1匹でジグソーをくれます。ここでファイル変遷がやってくるわけですね。一くじと A の中で会話が出るので LRB でカットします。さっき人形を取るときぶら下がらないでくちばしバスターで取りました。ぶら下がるのはギロスだからです。じゃあなんで覚えた人思うかもしれませんが、他の場所で使うんですよ。このムービーは最初に同じ色の人形をすべて集めた時に流れます。2回目はありません。必要経費ですね。近くの炎で万丈くんを燃やせます。HP を自宅にするまで燃やしたかったですが、落ちてしまったので雑魚に当たりましょう。いきなり炎に当たりに行くなんてド M なのかな。ぶっちゃけでするの準備ですね。ここの上にジグソーがあるので回収して死にます。ここは事故る可能性がほんのちょっぴりあるので注意が必要です。船の段差はこうして登ると若干早いですね。ここの草に触れるとムービーが挿入されてロスになるので、カズイガキからのジャンプ攻撃で距離を稼ぎましょう。あとは華麗に高低差のダメージを受けて入り口にデスルしましょう。位置と違って残機がないからこういうことしまくれますね。ここからはタイムに差が出てくるところだと思います。右のパッドで空を飛ぶんですけど、B ボタンを押す長さを調節して飛行状態のまま人数を取れれば早いです。ここから落ちなければロスはそんなにないので、合わせずに人数を回収しましょう。ここは A3 回押して高さを調節した後、B で加速してジグソーをうまく取ります。B のくちばしミサイル中にスティックで高さ調節しないと、壁に当たるので注意。今のは降りる直前に A ボタンを押すことで、ダメージ回避しています。私の緩みのスティックでは難しいゲームポイントです。相手の進行方向に合わせて打つといいです。まあ、割と適当に打っても当たりますけどね。会話カットも忘れずに。少し深めた橋があり、そこに人形がいるので回収して差し上げろ。その後少し左に寄って、大ジャンプでダメージを受けながら次のエリアへ行きましょう。ダメージ受けたということは、刑務所エリアでは左の沼のジグソーを取ります。ここはジャンプで足場に行きたいので、より調節のためにジャンプしてます。カズイダッシュの状態で B ボタンを押すと、万丈の状態に素早く戻すことができます。ちょくちょく使っている小技ですね。ここは画像の位置に来たら Z で降りて羽ばたきで届きます。これは足長靴で沼などを渡るのに使用します。もちろん出番はここだけです。あ、ジグソー見つけ。沼に入って戻らなくてはいけないため、HP が2になるように調節します。ここからはかなり事故率が高いので、慎重かつ大胆に行きましょう。ワープパッドで戻らずまっすぐ行き、水の中を進みます。水中では B ボタンで泳ぐのが最速です。金魚を助けられればもっと早く泳げますが、RTA なので、不要だ。水中に入ると優しい音色に変わるのほんと好き。ここは序盤屈指の事故ポイント柱ゾーンです。ミスが許されないのがエアースクイッス。とりあえず、Gを押して画面を最大まで近づけておきます。最初は羽ばたきジャンプとくちばしバスターでもいいです。ここは結構ギリギリなので端から飛ばないとダメです。一番最後は処理落ちの関係上、最難関なので注意。ギリギリなんだよなー。
ちなみに最後で失敗すると落下ダメを受けるので、そうなると RTA 終了ですね。今回は一発で取れたので良いタイムが期待できそうですね。これにてマヤヤン神殿でやることは終了です。さよならー。たっぷり集めたジグソーでステージ解放に行きましょうねー。ジミーミリー君の神殿が近くて、あーよかったー。また嬉し恥ずかしパズルタイムです。パズルはどこが抜けるか、どこら辺に移動するかの若干の運要素があるから嫌いだよ。端っこばっかりだと多少は楽なんですけどね。今回は端多めで当たりかな。今回のパズルの速さはまあまあでしたね。では倍速でいつ加速する。次のステージ解放に必要なジグソーは8なので、続けてパズルしていきます。最初のうちは必要ジグソー少なくていいんですけどね。後半に行くにつれてどんどん増えていきます。まあステージ探索させたいんでしょうけど。3回目のパズルですね。つまり、パズルを2回してキラリン鉱山とオイッチワールドを解放できました。柱をノーミスでいけた時間を食いつぶさないようにしたいですね。それじゃあキラリン鉱山へ向かいましょう。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。初期ファイルと尋常厳選の解説始まるよ。このおまけは RTA をするためのファイルの作り方の解説です。もしかしたらこの動画を見て走りたいって人が出てくるかもしれないからね。ファイルによって尋常の色がランダムなのは動画中にお話ししましたよね。尋常を都合よく配置し、マヤヤン神殿を終わるまでに最低8個のジグソーを入手するためにファイル厳選をします。まずファイルの空きを2つ作ります。新しく始め、 OP をカットしスタートでセーブします。ここでセーブした時に尋常の色が確定します。この時色の頭が90度以上振り返らないようにしとくと最速です。とにかくスタート連打でメニューを出しましょう。メニュー中はファイルの時間が止まるので安心です。メニューから終わると起動時のデモを飛ばせます。できたファイルのタイムを3秒なのを確認し、ファイルを複製します。ファイルの複製は右のカメラでできますね。複製できたらどっちかのファイルを始めて、尋常がお望みの色になったかを確認します。実際に確認する場所まで倍速で。これからやる方法はゲーム内オプションでワイド画面にしたり、しなかったりすると安定します。何回か試してできた方を選んでください。動画ではワイドなしだったと思います。ちなみに、海外アニキが尋常の色パターンを解説していて、それを元にやっています。まず、ここの湖までターボシューズや泳ぎで行きます。潜ってカズミの絵の左上あたりに行きます。R を押して壁と平行になるようにします。R を出発で右斜めの方向へ向きます。いい位置に来たと思ったら左端を見ながら C 矢印。はい、見えましたね。今回は青色でした。RTA ではここで紫を引くまでリセマラです。何度かやってうまくいかないときはワイドモードの設定を見直してね。ここで紫を出しても終わりではありません。紫を引いたらマヤヤン神殿解放まで進めます。マヤヤン神殿の右の水の中の尋常が紫なら成功です。最終確認としてキックボール会場の上とハエがいるところの端の尋常がオレンジなのを確認しときましょう。これで事前準備は完了です。間違えてファイルを消したり、予備のファイルでクラン5000まで進んでしまった場合はファイル厳選のやり直しです。クラン5000まで行くと自動セーブされちゃうからね。
ちなみに別の判別方法があるのですが今回は割愛します。ニコニコに違うやり方で動画を上げてる人がいるので多少はね。解説はここまでとなります。動画本編含め中時間のご視聴ありがとうございました。発売15周年になるゲームの RPA ハージマールよー。前回、マヤヤン神殿でジグソーを集め、キラリン鉱山とウィッチワールドを解放しました。今回はキラリン鉱山の探索からしていきたいと思います。まずは魔女アイランド高原エリアへ向かいましょう。ここの階段はたまに引っかかるので注意しましょう。一見登れなさそうに見えますが、グリップグラブを覚えているならギリギリ登れます。何度も言いますが移動は基本カズイダッシュです。クマなんか必要ねえんだよ。この板の右端からジャンプすることで初等化して登ることができます。ハッチ解放。そしてジャムジャーからファイアーエッグを教わります。このジャムジャー君、低確率でハッチに帰るのに失敗することがあります。そうなると約6秒はロスになるのでリセットもやむなしですね。ここで入り損ねることがあるってことです。それじゃあキラリン鉱山へ。キラリン鉱山は北米版のみできるバグがあるため、日本版だと不利です。詳しい解説は後ほど。まず、ワープパッドを踏んでターボシューズを取ります。右のグローブを取ってそのまま進んで音符回収します。この音符は後で取った方が早いのですが、前走で失敗したので安定を取っています。今回かなりギリギリを攻めているのにここだけ安定を取っているのは、これがわからない。大ジャンプし向こう側へ渡ります。この最初の段差なんとダッシューズ状態だと登れません。いやらしいですねー。崖つかまりはギロスです。壊れるなー。ここでくちばしドリルを覚えます。これはジャンプ中デッド長押しで岩などを壊せるようになります。ここがば、A ボタンの押しすぎだってはっきりわかんだね。次に運場のテントに向かいます。ガレージ大作戦でほぼ別人になった運場ネキオスオス。ここでは最初で最後の変身をします。マンボの時と同じようにグローブを与えないと働きません。変身をすると言ったな、あれは嘘だ。また後で来ましょう。次はターボシューズを取ってスイッチを押しに行きます。制限時間以内に奥までたどり着かないといけません。ですがかなり余裕です。最初に取った音符をこの時に回収すると時間的にかなりギリギリになるため、今回最初に取っています。ここのボスは出砲という列車の中にいます。列車の中でボス戦です。出砲は一部のステージに入るために使用したりするのですが、今回は出番はないです。話してどこで、RPA なのよね。この上に人形がいるので回収します。戻るときはカメラの手で上に来るので気をつけて戻りましょう。大ジャンプしていますが、水に落ちるとターボシューズが切れるので注意。扉近くを通ればオッケーです。右上に用事があるのでダッシュシューズが切れる前に急いで向かいます。岩の中に人形がいるのでくちばしドリルで壊して救出。ちなみに北米台だと岩壊さなくても取れます。くちばしドリル自体覚えなくていいんだよな。さて、次はミスするとロスい場所です。というかリセもありえます。足場に落ちられないとロスです。今回はかなり良かったです。というか絶好調すぎるな、隊長。ここはローリングで距離を稼がないと届かないです。水没洞窟に入ったらローリングアタックで敵を倒します。あとは水中をコの字に行くだけです。なので倍速。少し前の落下ポイントですが、足場に落ちるとダメージを受けられこの先のデスルポイントで加速できます。手前の水場に落ちてもまあ大丈夫ですが多少ロスですね。ここの敵に後ろから当たることでジグソーへの距離を稼ぎます。ジグソーを取ったのを確認したらすぐさまデスルしましょう。このクマいつも泣いてんな。次にすることはこのステージの音符の回収です。ラスボスと戦うためにベイビーカズイを習得しなくてはいけないので、355音符を集めます。まあバグで飛ばしますが、ラスボスを倒せないからね。こうして適宜音符を回収しているわけですね。
ここは坂の一番上からジャンプすると落下ダメを受けるので、少し降りてからジャンプします。ルンバのテントに行って今度こそ変身します。変身！起爆装置に変身しました。Bボタンで爆発しますが、ライフを1消費します。ワークパッドでワークするときに間違えて爆発しないように注意しましょう。ワークするのも Bボタンだからね。ワーク時に爆発しそうになっても B 連打すると大丈夫な時もあります。起爆装置での移動は適当にジャンプしながら移動します。ここでは音符回収とバグに重要な段ボール箱くんを起動します。この導火線は所定の位置に行くと自動で爆破します。ここの岩を壊し箱くんを向こうまで移動させます。向こうはウィッチワールドに繋がっていますが、あっちからしか開けられないので後で開通しましょうね。ムービー中だと完全に愛犬だよな。残りの音符を取って帰りましょう。元に戻る時間がもったいないのでメニューからセーブして帰ります。これ見てキラリン鉱山でやることは、おい！キラリン鉱山でやることはやったので、次はウィッチワールドに行きます。道中、R ボタンを押して卵をファイアーエッグにしておきましょう。このタイミングで、尋常の家の上の音符を取ります。後で取る機会もあるのですが、私はここで取ることにしています。扉の上に乗り、トンボ返りジャンプすると登れます。屋根からジャンプして降りるとダメージを受けるので、普通に降ります。サイロで光源エリアへ行きます。まずい状態になって適当なところへジャンプします。C 上でプレイヤー視点にしていかにも押してくださいと見える場所を狙います。すぐガバをカバーできたのでよし。お察しの通りここからウィッチワールド方面へ行けます。適当にジャンプしながら行きましょう。相手にされないジューボスくんかわいそう。というかほとんど雑魚倒してませんね。ま、どうでもいいけど。ここ林エリアでは、まずサイロを解放します。右の音符を取りたいので若干右寄りにジャンプ。ここで音符を取り逃すガバ発生だ。流れで爆弾 X を習得していますが、ここからどうするのか。今まで大きなロスは発生していないばかりにこのロスは痛い。さて、どう行動するのか。おっと、発信の音符スルー。取らないと足りなくなるのにどうするのか。実を言うともう一回ここに来る機会があるので、その時取ることにしたようです。まあ、大丈夫でしょ。ここまで絶好調なのでもうミスはしたくないですね。クランコのお薬厳選はもう嫌ですからね。いつの間にか、ウィッチワールドに入場していますね。スロットの敵を避けながら音符集めです。当たるとロスなのできちんと避けましょうね。ぐるーっと回っていく感じですね。腹の中でぐるぐるして、ここでジグソーを入手するため、寄り道します。まず、爆弾 X を Z プラス C 上で撃ちます。次にくちばしバスターをします。最後にくちばしドリルをして終わり。すると、金が割れて中からジグソーが出てきます。トンボ返りジャンプで登るのを少し短縮。ここの上から降りるときがポイントなんですけど、そのまま降りるとダメージを受けるので、地面近くで羽ばたきます。ぐるぐるに戻りましょう。敵の後ろの音符を取り忘れないようにしましょう。ポテト食いてぇなぁ。そんなことはさておき、また寄り道です。ダイブオブピー？この上に登ります。ちょっとジャンプミスってんよ。ここは事故がたまに起こるので、きちんと操作しましょう。下から見えてる通り、あの細い道を通らなくてはいけません。たまに落ちたりしているんで、少し不安ですね。登り切ったら、羽ばたきジャンプで落ちないように祈る。くちばしバスターでジグソーを取り付け落ちて、下の音符を取ります。もう一個は潜水して取りましょう。
また敵を避けつつ、音符を取りましょう。ここは結構被弾したんですけど、避けれたのは幸運ですね。ジャンプで位置調節してパッドの説明を飛ばしつつ、セパレートを覚えます。これは頑丈とカズイをパッドの上で分けることができます。次はテントの上の陣上を取るためロープを渡ります。一回ぐらい落ちても平気平気、さっさと登りましょ。ミスったので慎重に行ってますね。勝ったな、クロハ。なんで僕の言うこと聞かないのかな。なんで僕のことバカにしてるの。なんで僕はバカなの。バカ、バカじゃない。僕はバカじゃない。僕はバカじゃない。もう訳わかんねえ。120秒ほどの大ロスでしたとさ。リセット案件ですね。ここまでいい調子で来れたのは久しぶりなんだから、最後まで走るよな。この陣上を救出したジグソーが、この RTA で最後のジグソーです。これもバグのおかげですね。左右の音符を取ります。ここからが重要です。最初に教えてもらったズームを使います。看板の U の左上ぐらいのところを、爆弾 X の爆風で見えないスイッチを押します。扉が開け切って約5秒後に、Nintendo 64のリセットボタンを押します。これでバグの下準備完了です。トランザン！ということで倍速です。ジグソーを集めたのでジギウィーの神殿へ向かいましょう。たまにサイロでの移動場所を間違えるので覚えましょう。14個ジグソーを集めたので次のステージを開放します。今回は看板に近づいても大丈夫なので、左に寄りまくりましょう。最後のパズルです。もう4回目なので、それなりに難易度が上がっています。わかるところから埋めていきましょう。時間があるので、次のステージの話をします。次のステージはジョリーのリゾート。ステージ名からわかる通り海ステージです。それにしても、パズル絶好調ですね。76秒は早いんじゃないんでしょうか。いつもの倍速で、と思ったけどキャンセルだ。忘れてていつも通り倍速しそうになっちゃったよ。なぜ倍速しないのかは見てたらわかります。やっぱ、長いなぁ。はい、ここでリセットです。本当は映像が出てからがいいのですが、ロープのロスで焦って早めに押してますね。早すぎるとセーブができていなくて、ダメなのですが動画になっているからね。多分大丈夫なのでしょう。あの演出を見て、ジギウィギーの神殿からジョリーのリゾートに向かうより、リセットした方が早いということですね。実際に計測してはいないのですが、海外兄貴がやってたのでそうなのでしょう。というか、クソ長演出だから普通に遅そう。では、ジョリーのリゾートへ行きましょう。ジョリーのリゾートは高原エリアから行きます。サイロ大活躍ですね。やっぱ、いろいろ便利になったバンカズミを。最高やな。まず、ローリングで右下へ行きます。トンボ帰りジャンプで橋に捕まります。音符を取ってカズミ状態になります。あとは適当にジャンプしてパッドのところまで行きます。パッドの上で A ボタンを押すと分離します。ジャムジャーの説明が入るので会話カット。バンジョーやカズイの単独アクションもたくさんあるのですが、この RTA では出番ないです。あのスイッチは二人別々に押すことで作動します。クマを捨てさらに速度が上がったカズイで音符回収。ちなみにこの A、ハニービーの A です。羽ばたきで飛んで、スイッチを押します。この時、頑丈に触れると合体してパッドでまた別れないといけなくなります。なので、少し大回りに頑丈を避けています。ここからは地味なリセポイントです。ここでアイスエッグを習得できますが、弾速が速いだけでラスボスに使わないので無視だ無視だ。運悪く、敵が近くにいるランスを引いてしまいました。ダメージを受け少しロスりましたが、セーフです。最悪の場合、
ターンしてそのまま落ちます。落ちたらさすがに偽です。長々と説明しているうちにジョリーのリゾートに着きました。まずここですることは音符を取ります。そのまま下の家に向かいます。意味深なくぼりは無視です。下の家で音符回収します。次にここの海に潜るのですが、本来はマンボになって魔法で酸素を送り、潜っても酸素を使わない状態にします。道中火ダメしたのでここで回復しておきます。ですが今からそのまま潜ります。そこそこ難しく、慣れるまでは何度も窒息しました。今回はできるのでしょうか？それではご覧ください。カズミ状態からのダッシュで距離を稼ぎます。B で潜水して、B ボタンで泳ぎます。最初の岩の下にいる金魚を助けると AB で早く泳げて酸素ゲージも増えます。RTA なので助けられないけどね。酸素ゲージが結構ギリギリなのでインコースを攻めます。この先にいるタコが厄介で被弾すると終わりです。まず、なるべく左に寄ってうまく調節して足の間に入ります。少し進んで、左を向きます。ちょっと下に行きます。終わり。最後の触手はたまに当たりますが、そこならまだリカバリーできます。次のエリアは、C 上と C 右でカメラをズームさせます。攻めチャートなので右の音符を取ります。タコの最後の触手で被弾した場合、ここの音符を取るのは無理だと思います。音符に近づいた後、C 下でカメラを戻します。こうしないと私は音符を回収した後、下の扉へ向かえませんでした。扉に入る時点で酸素ゲージがつき、ダメージを受けるとこの後窒息する可能性が高いです。C 上でプレイヤー視点にして、斜めへ向かいます。ここの電気ウナギも乱数が悪いと当たって、RTA が終わります。ここまでしてここに来た目的とは、新しいアクション、カズミ魚雷を覚えるためでした。せっかく減らした体力を回復してくれるなんて、なんて迷惑なやつ。燃え尽きたぜー。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。海外版との主な比較始まるよー。RTA だと北米版有利といったことについて説明したいと思います。違いが出るのはキラリン鉱山です。早速紹介していきたいと思います。岩に接近してネット上で卵を置きます。ちなみにくちばしアタックで尋常が取れます。成功率は割と高いですが、たまに死にます。このバグでくちばしドリルを覚えなくて済みます。それだけでなく、ジャムジャーがクソ行動しない可能性も高まります。次のバグ技の紹介です。北米版のカセットであることを証明するために、運河から流します。先のバグを使うとするとくちばしドリルを覚えないので、ウィッチワールドの壁のジグソーが取れないことに、丁寧な視聴者は気づいたと思います。今から紹介するバグだから、みんな疑問を解決するものとなっています。まず、自爆装置くんへと変身します。そして、そのまま外に出ます。左の方へ行きます。この川に落ちないように、川に入ってからジャンプします。そのまま進みます。滝の上のジグソーをこれから取ります。まずジャンプで、奥の壁まで行きます。この時、川の左端ぐらいの位置に無用に移動します。R を押してからまっすぐにして、A ボタンを押さえて、素早く B ボタンを押します。そして、奥を上にしてジグソーの場所へ移動します。これがエビ立て足でコメーターと言われるバグ技です。これらのバグ技があるのでタイム重視だと北米版が有利ということなんですね。最後に北米版の任天堂64ソフトが遊びたいよって人向けに解説します。めったにいないと思いますが、ひょんなことで北米版のカセットを手に入れる兄貴姉貴がいるかもしれないからね。任天堂64は別に海外ソフトでも起動できます。ただ、カセットの溝の場所が違い本体に入れられなくて、起動できません。どうやって起動させるかですが、裏蓋を入れ替えるのが簡単だと思います。必要なのは、DTC20 という特殊ドライバーと中古の N64 ソフトです。やることは、
ネジを2つ取って裏蓋を交換するだけです。変換アダプタを使う手もありますが、入手難易度が少しばかり高いです。ちなみに私は、中古の任天堂64買ってきて本体の溝を3時間削った挙句、挿入口がガバガバになり諦めました。裏蓋交換の方が楽だってはっきりわかんだね。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回のおまけはおそらくありません。あとはラスボスをボコるだけのラストパート始まるよ。前回、いろいろありつつもキラリン鉱山、ウィッチワールド、ジョニーのリゾートの3つのステージを回りました。その結果、いろいろ集まりましたとさ、振り返り終わり。ただ、約50分の RTA で20秒のロスはでかい。これだけははっきりと真実を伝えたかった。それは置いといて、ジョニーのリゾートで手に入れたカズイ魚雷を使いに、林エリアへ向かいます。林エリアの湖から次のエリアへ向かいます。その途中に懐かしいあいつがいますけどね。そういえば、音符を取り忘れていたので絶対に取っておきましょう。足りなくなるからね。多少ロスりましたが、予定通り湖へダイブ。ここでも音符は忘れずに。音で2個取れたのが確認できましたね。ある程度岩に近づいたら、Z ボタンでカズイ単独行動をします。岩を壊して B ボタンで戻りましょう。あとは泳ぐだけです。この奥にあるのは一体何なんでしょうねー。ドリルマシンのトンネル続き、あ。はい、ここではクランゴ2戦目です。前に解説した通り、青色の薬が出るのはロスイです。一度出た色は出ないので、赤色の薬が出るのを祈りましょう。ここで青色が出た場合は、リセット。と言いたいところですが、終わりが近いので走り切った方がいいでしょう。今回は運よく赤色の薬でした。赤色の薬だとパターンハメできるので楽な上に速いです。巨大化したらまず一回攻撃。フラスコを避けながら、後ろに回り込みます。また巨大化するので攻撃。左に行き過ぎ、ジャンプ攻撃にこだわってたため被弾。またロスか、壊れるな。3度目のフラスコを避けつつ、扉前へ移動。だいたい、右から3番目の槍の位置に立ちます。ゼットシー下のお客様で攻撃。自分から当たりに来るのか。なぜ、立ち位置にこだわったかを説明します。うまくいくと、クランゴが退場するときに押されて、出口付近まで行けるからです。それで短縮できるなら狙った方がいいと思い、やりました。今回はうまくいったようですね。クランゴ戦でダメージを受けてロスしたので、プラマイレイぐらいでしょうか。この荒れ地エリアからはゼリーのオアシスというステージへ行けますが、そんなところに用事はないです。というかジグソー14個じゃステージ解放できないです。左手に音符が2個あるので回収。最後のアクションを覚えます。覚えるのはベイビーカズイ、ラスボスを倒すために必要なのでわざわざここまで来ました。これのためにジョニーのリゾートでカズイ魚雷を覚えたり、クランゴ2戦目を倒したり大変でしたよ。ラスボスを倒せる条件を整えたので、今から倒しに行きます。ここから少し時間がかかるので、皆様のために。今から行うバグ技の解説をしたいと思います。海外では DCW と言われていて、これを使うか使わないかで、競技が分かれていたりします。どういうバグ技かというと、名前の通りワープできるバグ技なのです。前パートでキラリン鉱山の鎖国を解放して、ウィッチワールドで開通させてリセットしましたよね。本来だと箱がウィッチワールドに出てくるのですが、リセットしたので行き先がない状態です。そこでラスボスのリプレイのムービーを挟むことで、行き先を勘違いさせた結果、いきなりラスボスに飛ぶというとんでもないバグ技なのです。後半のステージをカットできるので、RTA を大幅に短縮することができます。よくは、こんなバグ技を見つけられると感動しますね。動画の方はちょうどバグ技が始まろうとしていますね。はい。この RTA の中で一番の難易度があると思われるラスボス戦です。やった
ことある人はわかると思いますが、なかなか強いです。ダメージを与えるには FPS 視点で操作しなくてはならず、慣れるまでが大変です。さらに初期ライフで挑まなくてはならず苦戦を強いられます。そして RTA なので早く倒さないといけないというね。私が RTA しようと思った時、まずラスボスを倒せるように練習しまくりました。ちなみにバグを使ってきているので、負けたらキラリン鉱山に戻されて終わりです。もうガバは許されないという覚悟を持って挑みましょう。開幕はノーマルエッグを回収します。最後のソード出番があるので取っていきます。回収できてないやん。最初の攻撃に移る前に卵のカーソルをファイアーエッグにしておきましょう。クイズで相手の弾の速度が遅くなりますが、クイズを正解し続けないとあまり無駄な痛め無視します。ファイアーエッグを最初に打って、すぐに爆弾エッグに変えることでファイアーエッグの弾速で爆弾エッグを打てます。ファイアーエッグは2打目、爆弾エッグは3打目なので、2たす3たす3たす3で10打目与えます。次は回転速度が上がるので火ダメじゃない、ってダメじゃん。ここまでにダメは調子悪いです。事故で故障で操作がおぼつかなくなってる。はっきりわかんダメ。またもや卵は回収できず、もちろんクイズは無視です。先ほどと同じように爆弾エッグ連射で体力を削ります。はい、残り HP にしかないのはかなりまずいです。このように発熱を落としてくれるのですが、序盤で食らいすぎです。落ち着いて操作してくれよな、頼むよ。次はモーターキャノンを撃ってきます。地面に落ちると破片が4つになり飛んできます。今回は処理落ち対策のためにドリルによって上をぼーっと眺めます。ミサイルを4発放つと顔を出すので、4発目が発射されたら急いでおります。ドリルの上だと、高確率で被弾してしまうからです。ライフが心もとないので、被弾しないようにタイミングを調節して攻撃します。またドリルに乗るので戦車に近づきます。次のパターンはモーターキャノンに連装です。ミサイルが6発出るのでドリルの上で待ちます。このドリルの上は安全ですが、乗る前に引っかかるとダメージを受けるので注意が必要です。この暇な時間で、いつも通りファイアーエッグにゲットしておきましょう。羽ばたきジャンプで降りるといい感じに距離を稼げます。まだ回復してないので、被弾しないように安定を取ります。少し無駄に打ち過ぎましたが、回復なしでなんとかなりましたね。次の形態は最初のレーザーと戦車で追尾してきます。その後にベイビーカズーで、中のバッテリーを爆破すると次へ行けます。攻撃するまでの時間があるので、回復とノーマルエッグの回収をしておきましょう。戦車の速度が遅いので風の状態で回収していきましょう。ノーマルエッグが保険ですけど、ノーマルエッグのタイミングになるまで待ちましょう。ここでいろいろ取れたのが良かったです。最初がグダグダだったのでうまくカバーできましたね。風の状態のまま FPS 視点まで行くと、行く時の方向が逆になってうまくいかないので、きちんと解除しておきましょう。ベイビーカズーを使うので背面近くに行くように調整します。最初はいつも通りの連射で、終わったら、ベイビーカズーにセットして背面に移動します。卵ミサイルで発射しましょう。初めて使うので説明が入りますが、LRD で会話カット。こちらのバッテリーから破壊してもいいですが、次は毒が増えるので注意しましょう。今の爆破の範囲ギリギリでしたね。次の形態はレーザーが4本になり、移動が早く被弾しやすくなります。さっきまでのロモロだったのに、急に動きを早くして被弾させようとするラスボスの鏡。この形態はここでジャンプしとけばいいです。もし早めにジャンプしてしまったら、Eを押して突きアタックで対空時間を稼ぎましょう。回転が止まったらしばらく待機せず、再回転し始めたら攻撃しやすい位置へ移動します。適当に左回転するとうまい位置で潜り込めます。予定通りいい位置で行けましたね。先ほどと同じように卵を突っ込んでやりましょう。
中に入れる時間が短いので少し焦りました。ここでカメラを動かしているのは初日対策ですね。次の携帯からが本番です。バッテリーを壊したので戦車は動きませんが、魔法の弾速がかなり速くなります。気合で避けて攻撃しましょう。こんなところまでレッカー車を呼ぶつもりなのか。さっきまでのようにファイアーエッジ砂漠弾エッジで攻撃しましょう。R を押しすぎるとベイビーカズミが出て無防備になります。次はザコを召喚してくるので、ノーマルエッグで Z 連打して攻撃しましょう。爆弾エッグだとザコに邪魔されて爆風でダメージ食らっちゃう危険があるからね。それにヒーローのエッグの数はめっちゃいけないから、ノーマルエッグ連射が安定してるってはっきりわかんだね。次の携帯はさっきまでのに加えて毒ガスをばらまいてきます。酸素ゲージが出てきてなくなるとダメージを食らいます。水中にいるのと同じ感じですかね。ゲージが減る前に倒すのであんまり意味ないです。ここも会話は全部飛ばせるので飛ばそう。最後は魔法を貯めてる間しかと。ここでタイマーストップ。記録は49分 5.20 秒でした。エンディングはラスボス前に流れているのであまり時間がありませんが、完走した感想ですが、アクションゲーの RTA は難しい。はっきりわかったんだね。ちょっとした場所でもミスはできないしね。タイムに関してですが、ところどころのガバをなくしていけば48分台は出せるでしょう。それ以上を出すとなると日本語だと厳しいんじゃないんでしょうか。まあ、これ見てバンカズミの走者が増えればいいなぁと思いますね。バグを使うと約1時間で終わりますし、ぜひやってほしいですね。ボトルズ、死んだわずじゃー。残念だったなぁ、トリックだよ。このゲームの RTA をするまではバンカズシリーズはやったことなく、所詮バンキーの金魚の糞レベルだと思ってたのですが、とある動画を見て RTA しようと思い2をプレイしたら見事にハマりましたね。その後無縁もプレイしましたが楽しかった。でもサビサビ港は許さないよ。エンジンルームで起きたら最初からってもう許せるぞい。RTA の話題に戻りますが、北米版のみできるバグが優秀すぎて日本語版だと抜けないのが少しあれですかね。まあ、世界一や2期はバンカズミの RTA の全種目1位という化け物ですけどね。私は日本語版で50分切れたので満足しました。安定チャートなら少し練習したら1時間切りぐらいはすぐできるから走ってくれよなぁ。頼むよ。チャートのことについて話しますか。大体海外アニキのパクリだけど、キラリン鉱山だけ考えました。いろいろと音符漢字を考えるのが楽しかった。もう話すことも特にないのでエンディングをご覧ください。
ゲーム内タイムは38分54秒でした。ここまでご視聴ありがとうございました。